こんばんは、42歳、バツイチ男です。自分は競馬パチンコ、多額の課金、スパチャをやめられず、結果借金をこさえて、結果元妻、子供に愛想をつかされて逃げられてしまいました。それでもこれから、これらをやめられません。俺の人生、これからどうすればいいですか？ああ、これはですね、やっぱギャンブル依存症とか、そういうことだと思うんですけど、まあ、まずはゴミ拾いから始めましょうかね、やっぱね。やっぱ、まず一回ゴミを拾いましょう。やっぱ人のためになることをまずやって、ゴミこう拾って、そしたらこう、ギャンブルの、この、悪しき心というか、このドロドロしたのがこう一個一個取るごとに減っていくと思うんですよ。ゴミを拾うあてにこう、お、なくなってきたぞって。そしたら、あ、ギャンブルどころじゃない、ゴミ拾うの方が楽しいぞみたいになるかもしれないですね。で、ゴミをこうバーってどんどん拾っていくじゃないですか。たまに小銭が落ちてるかもしれないですね。小銭が落ちてる、小銭を拾う時があるかもしれない。で、そしたらこれギャンブルを思い出しますね。そしたらまたギャンブルに行く可能性が出てくるんで、ゴミ拾いじゃない方がいいと思います。だからどうすればギャンブルから出れるかっていう話ですよね。それやっぱギャンブルを、ギャンブル、この課金、バツイチ、競馬、これ以上を、それ以上の楽しみを見つければいいと思うんですよね。僕1個いいの聞いたことあるの言っていいですか？言ってください。例えば4万円欲しいと思ってギャンブルした人って、4万円欲しい、はい、4万円何かしらこう欲しいものがあったりとか、体験したいことがあってやるじゃないですか、もしも4万円負けたらその欲しかったものを部屋に貼るんですよ。ほう。例えばテレビ欲しくて5万円今テレビ買い替えたい、5万負けたらもうこうテレビって書いて貼るんですよ。ほうほう。それギャンブルしなかったら家にこんだけのものが、なるほどね、あったはずなんだっていう、エアコンとか、なるほど、服とか、確かに負けた額を同じ額だけ部屋に貼ってきたら、あ、俺こんなにも無駄にしてるんだっていう感覚になって、ギャンブルがアホらしくなるっていう。なるほどね。はい。僕もそう思います。はい。